こんにちは、神山です。それではドミノ編みの三角ショールの今日は縁編みをやっていきます。あんまり縁編みを目立たせたくなかったので3目のアイコードでやっています。で、今は作り目を拾いながら3目のアイコードを編みつけていっているところです。今回使っている針はこちらのハイヤーハイヤーを使っています。もともと金属の針は苦手だったんですけれども、昨年神業展っていうものに応募しまして、でそれで和紙を使って編み物をしたんです。糸メーカーさんで和紙の糸を製品として扱っているところいくつかあると思うんですけれども、その製品を使ったらすごく楽に編めたんですが、私の中でそれやったら神業じゃなくて普通の編み物やんっていうのがあって、一応和紙を全紙サイズを買いに来まして、で結局トータル35枚ぐらい使ったんですけど、全紙サイズのもの、それを一つ一つ、1センチ幅ぐらいに裂いていきまして、一個一個貼り付けて、素材を作って、編んでいきました。で、その時に通常は竹の針を私はよく使ってたんですけれど、竹の針すごく編みやすいんですよね。で、いくつかメーカーさんのも持ってるんですけど、最近はずっとチューリップさんのキャリーシーロングを使ってたんです。であれはすごく編みやすくて好きなんですけれども、糸として製品化されてない和紙を編むっていうのはすごく滑らないんですよね。で、普通の製品になってる和紙の糸は編みやすいと思うんですけれども、わざわざ自分が和紙を買ってきてわざわざ裂いてってやったものはちょっと製品として成り立ってないので、竹の針ではすごく滑らなくて編みにくかったんで、ちょっとこれ今後金属の針もいるかなと思いながら、なんとかその竹の針で編み切ったんですけれども、で、もともと私は金属の針、が苦手だったんですね。それは国産メーカーの、針なんですけれども、その表面加工がちょっと苦手な感じだったんで、こう当たる感触がすごく気持ち悪かったんで、私は金属の針はないなと思ってたんですが、今後いろんな素材で編むときに金属の針あった方がいいよねって思って、アディかハイヤハイヤかちょっと悩んだんですけれども、どちらも触ったことはあるんで、どちらも編みやすいとは感じてはいたんです。以前、ハイヤっていう作品を編んだことがありまして、おそらくこの辺に出すと思うんですけど、このハイヤーっていう作品私も気に入ってるんですけど、その親近感があってハイヤーハイヤーの方にしました。ちなみにこれは針先はそんなにとんがってない方の分です。私割と、緩めなんでそんなに針先がとがってなくても
問題ないかなと。と、まあ今回はYouTube の、まあ、練習みたいな感じでアップさせてもらったんで、こちらの編み方とかの説明とかはないんですが、今後また小さい作品でも編み方動画としてアップしていきたいなと思ってますので、またよかったら、見ていただけたら嬉しいです。